実は、ブチギレで共演 NG となった芸人養成、鈴木奈々&吉村隆。鈴木は、共演すると、楽屋に入ってきて股間を見せてきたり、本当にセクハラなんです、と話し、共演 NG を暴露していた。有吉弘行&菊川レイ。有吉が番組内で、菊川に生き遅れ、人生ラストチャンス、というあだ名をつけたことで、菊川がボロボロ泣いてしまったことが原因と言われていて、未だに和解に至っていない。明石家、さんま&とんねるず。さんまが、過去に、とんねるずに、余計なサチャを入れて以降、共演がなくなったと告白。石橋に、大分か秋、木梨が、堪忍袋のおかきで立って言うてたぞ、と話しかけると、二人とも黙って、そうですか、ってスルーされた、と話し空気が悪くなったために退散したそう。北野武志&菅野美穂。映画ドールズで主演を務めた菅野が、映画の撮影中、武志が OK を出したにもかかわらず、自分の演技に納得がいかなかった菅野は、再撮影を何度も希望した。後に武志は、たまに、監督、ここはこう撮るべきじゃないですか、って言ってくる奴がいるんだけれど、そいつ大嫌いで二度と使わない、と菅野のことを語ってた。